どうも、村田でございます。いや、なんかサザエでございますみたいになっちゃってごめんなさいね。今回はですね、ロンダーとハテナバク転みたいなのが前回できたじゃないですか。ちょっとやったんですけど、これできるんだったら、ロン中いけるんじゃねえのって思ってしまって、今回はですね、ロンダーとハテナ宙返りをね、やっていきたいなと思います。果たしてですね、前回ね、やったロンダーとみたいなやつが、ちょっとロンダーととして認められるのであれば、そっからのね、宙返りもね、いけちゃうんじゃないかと、そういう企画でございます。では早速ね、ウォーミングアップからやっていきたいなと思います。いや、果たしてね、これこの動きがね、ロンダートとしてね、認定されるのかっていうのも永遠のね、謎なんですけど、まあ、この謎の動きからね、宙返りをすれば一応なんかね、ロンダートチックな宙返りはなるかなっていうふうに思うんですね。やっぱね、入念なウォーミングアップをしないとね、いくらこう得意な技だと言ってもね、家だからね、本当油断は禁物ですよ。こうしてこうだね。ちょっとね、宙返りも一回アップで、よいしょ、ね、床の着地もね、しっかり考慮して床もいたわりながらウォーミングアップしないとね、ちょっとね、床壊しかねないですからね。正直ね、失敗して自分の体が壊れるっていうことはあまりない気がします。それよりは床とか壁の方が多分先に壊れるんだよ、自分より。それが怖い。ロンダーとこっからの宙返りってことだな。だから低い姿勢から行かないといけないとダメだ。動線はこっちからこっちだよね、やっぱりな。こっちからどうだ、こっちからこう、まあ、こっちもね、いけないことはないけど、安心なのはこっちからだな。一回このしゃがんだ状態からやってみるか。ロンダーとここだね。この低い姿勢からの宙返り、こっからはいけるから、こう切ってこの低い姿勢から、あ、ちょっと怖い。この低い姿勢からの、ここだ、よし、いける。これがいけたら多分いけるだろう。やっぱりね、できる技をやるといっても、状況が状況、環境が環境だからね、強がっちゃいけない。もうしっかり準備して、注意をね、警戒を怒らちゃダメ。自分過信したらダメ、今までの自分を。ちょっともう一回ゆっくり呼吸を整えてやろう。よし、いけるだろう。よし、じゃあやりますか。いきます。ロンダーと、よいしょ、おい、いや、これどうなんだ、ロンダーと宙返りとして認定されるのか。そもそもね、これがどうなのかっていうところがあるからね。ちょっとね、もうちょっとさ、ロンダーとシュッっていう感じでいきたいよね。少しこうなんか手がね、下がったような気がしたから、こうなんかロンダーと終わったこの姿勢からいってる感じを出したいよね。せめてそのぐらいやろう。いきます。ロンダーと、よいしょ、いけた。ロンダーと、よいしょ、いけた。よし、もう一回。ロンダーと、よいしょ、よし、ということでですね、今回はね、ちょっと家の中でね、ロンダーと宙返りチックなことをやってみたんですけど、怪我しなくて何も破壊しなくてよかったです。はい。あとはですね、ロンダートとか宙返りがまだ習得できていない、あるいはもっともっとこう上達させていきたいみたいなところがね、気になる方はですね、続き概要欄におすすめの動画のリンク貼っておきますから、もしよかったらね、そちらも参考にしてみてください。普段このチャンネルではですね、王道的な解説ももちろんやってるんですけど、あんまりね、他の人がやっていないような感じで、基本家の中でね、こうしてアクロバットね、やったりとか、ちょっとぶっ飛んだことをやったりとか、あるいはですね、その技を習得するためには、上達させるためにはどうしたらいいのかっていうことをもっと分解に分解を重ねて、心理の面だったりとか考え方の面だったりとか、いろんなね、細かいとこからね、アプローチした解説っていうのをやったりとかしてますんで、もしよかったらチャンネル登録、高評価してもらえるとすごく励みになります。以上、村田でした。バイバイ。